リナレス県はチリ中部にあるマウレ州の4つの県のうちの1つである。県とで最大の人口を抱える中心都市はリナレス市。県であるリナレスは第2級行政区画であり大統領によって任命される知事が政治を行っている。知事はルイス・スワゾ・ローカ。県は各自治体の市長と議会により政治が行われる8のコムーナから構成される。県は チリ本土のまさに中心に位置しており、県とは、サンティアゴの 303km 南、農業とブドウ栽培が盛んな地方の中央に位置する州と、タルカの 50km 南にある。以下は、国立統計研究所の2002年国勢調査による。県の人口の45%は、地方に住んでおり、マウレ州の33%、チリ全体の13%と比較して、 多くなっている。この特徴は、チリの他の県に比べ、特別な文化的、社会経済的な側面があることによる。チリリナレス県、3、ハビエル・コムーナのニーロ・バイロ地区の境界。チリの植民地時代から立ち続けており、リナレス・ダイアシス教区に属する。リナレス県は、穏やかな地中海性気候である。夏は暑く、主に乾燥しており、最も暑い時期には、 摂氏三32度以下に達する。冬はやや湿度が高く、雨が多い傾向にあり、最高気温が摂氏十15度、最低気温がちょうど0度である。県の南部の東側にあるパラルでは降水量が豊富であり、この地方の稲作に良い影響を与えている。灌えは多く使用されている。好ましい気候条件と良い自然の灌えのため、リナレス県では農業を 多様化させることができている。また、ワイン醸造産業では国内外の市場を占めている。県の主要で有益な作物には穀物、野菜、豆類、果物、天才がある。ワインのうち数種類は県内で生み出されている。県は地理中央共国のどう栽培地域の一つであるモールバレーに位置している。リナレス県では特にパラル周辺で チリさんの米の74%を生産している。また、県は、ワイン、ブドウ、キウイフルーツ、ベリーなどを輸出している。リナレスの都市は、チリの天才生産の重要な中心である。チリ、サンハビエル・コムーナ、ニーロ・バイロ村にある、保存状態の良い典型的なコロニアルスタイルの農家、多くの作家、詩人など知識人を、リナレス県は生み出している。この中には、 著名な詩人、ノーベル賞受賞者であるパブロネ・ルーダが含まれている。彼はパラル生まれである。さらに、リナレス県には、チリの民族学者うちの幾人かの家があり、歌手、作曲家、民族学、博学研究者のマーゴット・ロヨラもいる。県には、多くの活動的な民族グループがある。ABC、テリトリエル・ディビジョン・オブチリ。 ナショナル・スタティスティックス・インスティチュート2011年3月18日閲覧チリタイム WORLDTIMEZONES.org2007 年9月11日時点のオリジナルよりアーカイブ2010年7月28日閲覧チリサマータイム w-o-r-l-d-t-i-m-e-z-o-n-e-s o r、e e、g 2007年9月11日時点のオリジナルよりアーカイブ2010年7月28日閲覧ありがとうございます